そうだ。宇宙、行こう。というわけで、ビヨンドアースを導入しました。今回は、一人月面に降り立ち、月の石でも採取してこようかなと思います。ビヨンドアースって何ぞや、って話ですが、これはマイクラに、簡単な宇宙要素を追加するモッドです。アドバンスドロケットリーほど、しっかりしたコンテンツがあるわけではないですが、必要最低限の宇宙が楽しめると、そんなモッドになっています。で、要素としては、簡略版のギャラクティッククラフトといって、差し支えないですね。宇宙に行くまでの準備から、ロケット打ち上げ、地球外活動、その他もろもろが、ほとんどギャラクティッククラフトのそれと、類似しています。実際、私はビヨンドアースの要素に触れる際、ギャラクティッククラフトの知識だけで挑みましたが、十分にこなせました。ぶっちゃけ、ビヨンドアースは、ギャラクティッククラフトの 1.16.5 のサルベージバージョン、みたいなものだと思っています。なので、モッドの難易度は優しい方ですね。必要資材も多くありませんし、やることもシンプルです。ただし、ギャラクティッククラフト同様、積み要素はしっかりあります。俗に言う、酸素が足らん状態ですね。このあたりの説明は、実際に月面に降りてから解説しましょうか。で、気づいたことがあるんですけど、ビヨンドアースで追加されるスチールインゴット、これメカニズムのスチールインゴットと互換性がありますね。ビヨンドアースのスチールインゴットは、同じモッドで追加される専用のかまどで作れます。が、多分これ、速度あまり出ないですよね。燃料も別途消費し、トーチーノによる加速も乗らないことも、確認しています。スチール生産の代替に使えるかなぁ、と思いましたが、これでは厳しそうですね。宇宙で活動するためには、酸素が必要です。さすがのスティーブも、無酸素で長時間活動することはできません。また、活動時間が長ければ長いほど、比例して、酸素が必要になります。もし酸素が途中で尽きようものなら、酸素が足らん、と言いながら生き耐えることになります。そしてマイクラの使用上、アイテムをロストした状態で、宇宙にリスポーンします。こうなると積んでしまうので、酸素は大量に確保する必要があるんですね。で、そんな酸素ですが、メカニズムで生産した酸素が、そのまま使えちゃいます。ビヨンドアースにも、酸素を生産するための方法はありますが、こちらの方が大量確保に向いていますので、以降はこちらを採用させていただきます。まあ、足りないようなら、RF ツールズディメンションで、液体酸素の海で覆われた世界を作るだけのことです。そんなにいらないとは思いますが、ビヨンドアースを導入すると、各地にこのような、油田が生成されます。この油田はバケツですくうことができ、オイルを入手できます。このオイルを、ヒュエルリファイナリーという機械に通すことで、ロケット燃料を確保できます。で、この海のど真ん中に生成された油田なんですけど、回収がちょっとめんどくさいですな。大半のオイルが単体で生成されて、散らばっていますからね。一つにまとまっていれば、ポンプで吸い上げるなりなんなりできたんですが。あと、油田一つあたりの、オイルの量が思った以上に少ないですね。実用上は問題ないんですが、ちょっと物足りないというか、満足できませんね。なので録画中、スポナートラップを稼働させて、オイルの液体ディムレットが出ないか粘りましたが、どうやら対応していない様子。もし対応していれば、一面が石油の海でできた世界が作れましたが、悔やまれますね。そんな世界が作れたら億万長者に、って思いましたが、現時点でダイヤモンドが3000万個あるので、すっごい今更な気がしますね。物の値段で言えば、現在、原子炉設備で量産している反物質ですが、アメリカ航空宇宙局が1999年に建てた見積もりでは、1g あたり約62兆ドル、日本円で約8000兆円になります。編集時で反物質ペレットが1085個、これは反物質1000ミリバケツに相当しますので、ペレット1個で 1kg だとすると。はい、出ました。約94外円です。外というのは、腸の上の、経の上の、単位になりますね。なんだかすごい単位が出てきましたね。
はい、なんやかんやあって、ロケットが完成しました。ギアー1ロケット、ほとんどがスチールでできたロケットになりますね。で、このロケットですが、こんな感じで、持ち上げることができます。なんかいいですよねこれ。ギャラクティッククラフトのロケットも、こんな感じで持ち上げられるんですよ。ロケットというバカでかい精密機器の輸送方法としては、あまりにも大胆すぎるものですが。で、ロケットの発射場なんですが、本拠点の上空層に設けました。見てくださいよこれ。ランチパッドに、一人乗りサイズのロケットが自立しています。なんともシュールですが、これもギャラクティッククラフトと同じですね。で、右クリックでロケットの中に入り、スペースキーを押せば発射されるはずですが燃料が入ってないのでオイルから生成した燃料をバケツリレーで搬入します。ギャラクティッククラフトの場合、燃料搬入を担う機械が設けられているのですが、ビヨンドアースはそこをはしょっていますね。ビヨンドアースは他にも、宇宙系の装備意識と機能が、すべて宇宙服に統合されているなど、簡便化が図られています。というか、今から打ち上げだって時に雨降るんじゃないよ。現実であれば、悪天候時は打ち上げ延期ですが、スティーブはお構いなしに発射ボタンを押しましたね。そしてカウントダウン中はおとなしくしているかと思いきや、唐突にインベントリ整理を始める私。クアーリー関係のアイテムは後でも整理できるでしょうにというか打ち上げ画面が完全にインベントリで隠されちゃってますね本当にごめんなさい。はい、発射しましたね。一応、ロケットも行き先を操作できますが、ぶっちゃけ上に飛んでくれればいいので、操作の必要性はないですかね。ビヨンドアースのロケットが、ギャラクティッククラフトと同じ仕様であれば、燃料切れと同時に落下が始まり、激突時に爆発します。当然、乗組員は爆死します。なので、下手に操作しない方が安全なんですよね。宇宙空間に到達しましたが、なんかすっげー簡素ですね。木星以降の惑星がありません。水金地下で止まっちゃいますね。で、この画面では、行き先の惑星を選択することができます。スペースステーションのボタンを押せば、一定の資源を消費し、宇宙空間に拠点を設けることもできます。今回は月が目的地ですので、ムーンのボタンをクリック。さ、ここから一大イベント、着陸を行いますって、ああ待って待って減速しようとしてスペースをそう思ったらシフト押しちゃって着陸機から降りちゃった、どうしようどうしようロケットは着陸機。はい。盛大にやってしまいましたね。幸いにも、爆発した着陸機から、ロケットを回収できました。そしてプレイヤーである私も、落下死することなく生き残りました。この場合、着陸成功って言えるんですかね。あ、そうそう。しれっと私、宇宙服ではなく、オーバーローデッドのマルチ装備を着ていますが、失速ダメージは受けていませんね。まあなんか、見た目が宇宙服っぽいし、きっとどこかに酸素ボンベがあるんでしょうね。紆余曲折ありましたが、月面に降り立つことができました。地球よりも重力が弱い影響で、ジャンプした時の滞空時間が、長くなっていますね。さて、ビヨンドアースの月面には、ささやかながら探索要素が設けられていますが、私はその一切を無視してチャンクデストロイヤーを置きましたね。となると月面は当然こうなってしまうわけで。はい、そうです。無慈悲の32チャンク四方の露天掘りです。いやー、月の石の採取がはかどりました。この採掘でですね、月の石が1500万個手に入りました。ただ、月の石といっても、皆さんが想像するような小石とかではなく、1立方メートルの岩石の塊なんですよね。岩石比重を 2.6 としたとき、月の石1個で 2600kg になります。となると、2600×1500万となるので、今回手に入れた月の石の総重量は、およそ390億 kg。約3900万トンとなります。もう月の石って言えないですね。月の土砂ですね。多分地球で埋め立てに使っても怒られないと思いますよ。ちなみに、月
月の石は1グラムあたり3桁万円もありえない話ではない、とのことです。こんだけあったら希少性も薄れて、値段下がってそうですけどね。390億キログラムもあったら、多分ガチャガチャとかに封入されてそうですよね。アンモナイトみたいな感じで。なんだかがめつい話をしていたら録画が終わってしまいました。キリがいいので、このままこの動画も終わりにします。お疲れ様でした。